Salut à toutes et à tous, c'est Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce 8ème épisode sur ce let's play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja. Donc aujourd'hui on est avec Kushina, et donc Kushina qui est donc enceinte de Naruto, et on va aller se rendre à l'endroit où elle doit coucher. Donc je sais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'épisode, mais là c'est bon, je compte reprendre le rythme. Donc allez, c'est parti. Donc cet épisode va être très intéressant, je pense, à parler de ce qui s'est passé lors de l'accouchement de Kushina, quoi. Oh, elle est vraiment hyper lente, hein. Oh, je me sens si lourde. Lorsque Naruto naîtra, que ferai-je d'abord pour lui? Donc la meuf, là, c'est... Je crois que c'est la meuf qui doit nous escorter. Ok. Kushina, c'est celle qui doit m'accompagner. Oui, vous êtes prête? Oh, bien évidemment. そうして私は結界に向かった。 結界の中ではミナトや医療忍者の方が揃っててね。正直初めてのことだったから不安はあった。でもミナトがずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからはちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。 母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いしなかなか生まれないし、キュービも暴れだすし。でも少しずつ自分に子供ができるって嬉しい元気な産声と一緒に。 あなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど。 キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前はクシュ、まだキュービーの封印が。 さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが起爆撃だ。 ナルトに怪我はない。無理やり平石の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。なんだ。
お前から9尾を引き出し、この葉を潰す。なんだと。出産で9尾の封印は弱まり、そして最も厄介な港を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。 次はコノハだ。待って。おお、すごいな。渦巻一族とは、美獣を抜かれてもすぐには死なないか。九尾の神中力だったお前だ。こいつで始末してやる。 だが、遅かったな。湊、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった、湊。あの男とキュービを今すぐ 止めて、この葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして。いいから、ナルトのそばに。 すぐに戻ってくるよ。 大丈夫。お父さんはすぐ悪い人を退治してくれるから。 ナルト、あなたはもう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。もう、え、今。
ました。ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ。ナルトが喜んでくれてるなら。ミナト、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね。生まれてきたらずっと一緒に。買ったのよ。大丈夫、大丈夫だから。もうすぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ、俺たちの子供なんだから。お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい、ナルト。いい子、ミナト。ナルト、私の子供、私たちの息子。やっと会えたのに。飛んだのか。
Minato. ¿Cómo va de la nanto que dicta? Quedó. Ore no chakra va mo. ならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。時期を伸ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろありがとう。クシナ、君が俺を四代目ホカゲにしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。キュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。
Naruto ni fuuin suru. Hakke fuuin de ne. Kimi no iitai koto mo wakaru. Demo Jiraiya sensei no iitteita sekai no henkaku no koto. Soshite sore ni tomodatte okoru wazawai no koto. Kyou kakushin shita koto ga 2 aru. Kimi o osotta men no otoko. Yatsu wa kanarazu wazawai o motarasu. Soshite sore o tomeru no wa kono ko da. Jinchūriki toshite mirai o kirihiraite kureru. Naze ka sou kakushin shita nda. Minato, demo この子を信じよう。 なんたって俺たちの息子なんだから。 国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君なら、そのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。 俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。 息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。 ここまで重いチャクラだと。 封印する。
封印する気か。しかもあんなガキに。 父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。分かったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。 俺のチャクラを。 当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。 ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて、大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないで、いっぱい寝ること。それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。 本当に信頼できるお友達を数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても 落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なことを、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること。 それとお酒は二十歳になってから、飲みすぎては体に触るからほどほどにすること。それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は 男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。 ナルト、これから。
ある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるってわかったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。ラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻きナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより
強い忍びになる。おっしゃ。うわあ、何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いいよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。All right? え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて。ありがとう。Bien voilà, c'est ainsi que se termine ce petit chapitre. Voilà, c'est cool. Voulez-vous sauvegarder? Bah oui, on va sauvegarder. C'était très intéressant. Bon, on n'a rien fait, c'était que de la cinématique. J'espère qu'il va y avoir un peu d'action. De toute façon, on va bientôt arrêter quand même. Senso? Ah. もうじき、そうだな。あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦。美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ。キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえお前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就す。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも確かに嬉しいことだろうけど、それより母親に会えたことが。ナルト。よ、キュービチャクラはどんな問題？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して俺の、ん？こんな感じでな。これがキュービのおかげで急激パワーアップ。いいえ。何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか？感じるんだな。別の存在、それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ。あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常に。何？霧隠れの術。8尾、
あなたのそばにいたおかげで忍びで感謝しますよ。あいつ逃がさないよ。真実の滝だと？ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか？ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺は走るぞ。この人ちょっとあれなんで、すみません。いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。Bien voilà les gens, donc il y a Kizame qui essaie de s'en aller avec les informations. Donc dans le prochain épisode, on ira avec Guy à la casque de la vérité. Là, on ira calmer le petit Kizame. Mais voilà, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne si c'était pas déjà fait. Ouais, j'ai déjà dit en fait. Bon bah voilà, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Ce c'était Pokabou et allez, ciao ciao.